がエミュールさんの別荘の中か大聖堂みたいにすっごく立派ですええしかし新入りの使用人を集めるための部屋にしては妙に広いですね何かよからぬ予感をします問題なーい もとより異変があるとの話でここまで来ておろう諸君、くんよくぞ集まってくれた私が屋敷を統括する執事長であるそして突然ではあるが諸君くんらには使用人オーディション予選に参加してもらうヘブン・はヘル 流れに身を任せるのみヘブン・オー・ヘアルここは任せてはいけないところですそそうです変ですだって私たち使用人として採用されたからお屋敷に来てるはずじゃええ現にこうして採用通知も届いています 一体なぜこんなめんな事態に諸君らが動揺するのも無理はない私も今朝までオーディションを開くつもりはなかったしかし近頃エミュール様を帝都へ連れ戻そうとする動きが帝国兵たちの間で活発化していると聞くエミュール様の邪魔など許されぬ帝国兵は我らを阻む恩敵 徹底的に排除せねばならん。故に、その一味が潜り込んでいないかの調査も含め、念のため審査をさせてもらう。ご了承を願いたい。なるほど。そういう理由でしたか。ならば致し方ありませんね。うーん。しかし、エドワードよ。 一つ気がかりがある。エミュールを連れ戻そうとする一味というのは我らのことではあるまいかあそうです大変です羊町さんに見つかったら、お屋敷の外にポイってされちゃうです気づかれなければ問題ありません。 このまま作戦を続行します。ぇ別に我々は帝国兵ではありませんし、普通にしていればわかりませんよ。自然体で行きましょう。お二人には使用人の基礎を叩き込んでいます。それを発揮できれば、オーディションなど恐るるに足らず。気合を入れていきますよ。返事は。 では、改めて、予選のルールを説明していく。審査では、使用人としての腕や経験を見定めさせてもらう。これは、兵が化けたスパイではなく、真の使用人であることを証明してもらうためだ。ご了承願う。参加者は、まずはじめに、持ち点を5点与えられ、審査に1つ失敗するたびに、1点を失っていく。 そして持ち点が0点となった時点で失格即退場となる失格前に一度でも私をうならせることができれば予選通過だでは諸君の健闘を祈り第一審査を開始する第一審査は使用人の基礎を問うもの主人へのティータイムの案内である こちらで用意したセットを使い、それぞれのアプローチで案内をしてみてほしい。おや、一体どんな意地の悪いお題が来るかと思いましたが、案外簡単ですね。これであれば、基礎講習を終えたお二人には勝ち筋があるはず。ですが、一応模範を示しておきますか。ではまず、私の審査をお願いいたします。 おやってみようお仕事の最中に失礼いたします我が主まもなくお茶のお時間でございます本日は春に摘んだばかりのファーストフラッシュと季節のフルーツケーキをご用意いたしましたお忙しい中でも四季の彩りを感じて一息ついていただけますよう どうぞ心ゆくまでお楽しみくださいお完璧な道具の使い方に加え激務の主人にも式を楽しんでもらおうという細やかな心遣い基本に忠実ながらそのさらに上をゆく完璧な使用人作法ブラボーただ者ではあるまい合格だ もう合格だと <laughs> 何者なんだあの執事お褒めに預かり光栄ですそれではというふうに真似てくだされば大丈夫ですよろしくお願いしますなるほど基本の所作に合わせて自分なりにもてなせば。 よいのだな。執事長、次は私を審査せよう。よい、やってみよう。RGO、休憩時間だ。茶とつまみを用意したぞ。ドラゴンフルーツの茶と。 我が好物の骨付き生肉だ。さ、食べるがいい。な、なんたる無礼な態度。それが主人をもてなす言葉か。仕草もやけに偉そうだ。 そもそも提供している品が人間の食べるものでないなどごっご同談不合格だ原点であるうーんなーぜだくっ私としたことが読みを外しましたドラゴンと人では感覚が異なることを失念していたしかし 素直なピアチェ様なら大丈夫でしょう。頼みますよ。あ、あの、次は私いいでしょうかよい、気を取り直して、やってみようはい、あの、失礼します。間もなくお茶のお時間で 素直さが完全に裏目に出た。下手にめケばせをしたせいで、私が言ったことをなぞればよいと解釈させてしまいましたか。少女よ、いくら優れた例を目にしたからといって、まるっと真似をしてはいかん。私が見たいのは候補者それぞれの独創性なのだ。オリジナリティを見せてもらわねば困る。不合格 オリジナリティうう太田のレッスンでも言われたことあります私オリジナリティがないんだうううけ結果が自身のアイデンティティにまで響いているまさかどちらもこんな結果になるとはこれは。 かなりまずいかもしれませんねうん机まわりの掃除か次こそうまくやってみせよまずここのガラクタを片付けねばうん よしガラクタを破壊し塵も残さぬほど片付けてやったぞどうだ調度品を破壊してよいわけがあるか不合格 ほんはてまえにして奥の埃も取ってネズミさんついてきてくれてたんですねお手伝いまでありがとうわかも 屋敷の中にネズミを連れ込むとは不衛生であるぞ不合格そ、そんな…お友達なのにダメなんですか すでに周囲でも退場者が出始めているようだが…失格持ち点ゼロになった起伝は、ここで退場である。来世で会おう,うどこに落とされるんだ、これ むごいこと。だが、明日は我が身だな。その通りです。正直私も甘く見すぎていました。あなた方のミスも予想外でしたが、執事長の審査も厳しい。このままだと正直、どうしようもありません。何かないものでしょうか。 一発逆転を狙えるチャンスがうおーエミュール様を返せーう,う貴様らしょうこりもなくエミュール様を奪いにやってきたかアポもなしにプレーであるぞ礼儀なんか気にしてる場合かサボは隊長には止められたが 俺たちはもう限界なんだテイトではみんな心配すぎて仕事が手につかない状態なんだ本当は監禁してるんじゃないか出せーこれですティアチェ様、ゾディアーク様。なんだ今から我々の手であの帝国兵たちを追い返しましょう 彼らには申し訳ありませんが、これは我々が患者ではないと示し、かつ審査を通過するための最後のチャンスです。ここを逃せば、あなた方に明日はありません。心してかかるように何時、勢いが羊町に似てきてはおらぬか 私たち崖っぷっちですからこれもエミュールさんを助けるためですやってやりますエイエイオー くいは終わわりりまして頼ににななるわねその強さに追いつかなくちゃスプレンディとドミニのシ,シンシアプレイヤー,ークッスルにはハきながら 生きながらフ <laughs> これにてチェックメイトですわ